皆さんこんにちは、かよです。今日はですね、私の最近のすっごいおすすめなアイテムが結構たまってきたので紹介していきたいなと思います。もうすっごいおすすめの、絶対にぜひ試してみてほしいなっていうようなアイテムばっかりなので、よかったら最後まで見ていってください。ということでどうぞ。今回のアイテムがですね、こちら、じゃん、ビープルバイコスメキッチンっていう、コスメキッチンのインナーケア用のセレクトショップっていう感じのものがあって、地球にも自分にもみんなに優しいようなセレクトアイテムがたくさん揃ってるようなセレクトショップなんですけど、買ってすっごく良くてリピートし続けてるアイテムだったりとか、ビープルフェスで新作を試させてもらったりとかして、すごい気に入って後から追加で買いに行ったりとかしたようなアイテムが結構あるので、全体的にいただいたアイテムも自分で買ったアイテムもある程度使用感が説明できるぐらい使ったので動画にしていきたいと思います。まず一つ目がですね、こちら、じゃん、ナチュラムーンのデリケートケアフォームです。もともとこのインナーケアっていうか、そのヘムケアっていうのかな、気になってて一回使ったことあったんですけど、最近使ってなかったので新しいのを使いたいなと思っていたタイミングで、このナチュラムーンっていうブランドに出会いました。商品自体の価格帯がかなりお得です。結構しっかり入ってるし、ほんとね、敏感肌さんだったりとか、あとこれデリケートゾーン用のフォームなんですけど、敏感肌さんだったりとか、あと背中がね荒れやすい方とかはこれ全体に使っちゃっていいと思います。っていうのも、なんかこう雑菌とかを抑えてくれるような成分が含まれているので、ニキビケアとかにも刺激が強くない形でアプローチすることができて、現に私の知り合いでもデリケートゾーン用で体を洗うようになってから体の肌トラブルがなくなったっていうね情報を聞きつけて、そうで、まあ、デリケートゾーン用のケアを始めるなら、このナチュラムーンが価格帯的にも成分的にも初めて使う方にはおすすめしたいアイテムですっていう風に教えていただいて、私はまあ初めてではなかったんですけど、ちょっと期間が空いて久しぶりにこういうアイテムを使うタイミングだったので、ちょっとこれ使ってみようかなっていうことでこれは買いましたね。なんかね、ビープルフェスはネットでもこう先行予約とかができて、普段よりもより早くこう手に入ったりとかするタイミングなので、私はネットでこのナチュラムーンを、ゲットしました。でも早速使ってるんですけど、泡でこんな感じ出てくるのですごく使いやすいし、優しいねラベンダーの香りで使ってる最中もすごく癒されます。次はですね、こちら青粒っていうモロヘイヤ 100% のアイテムになってます。モロヘイヤってすごく栄養成分がめっちゃ高いらしくて、でそれがこうこんな感じでね、いっぱいパウチになってて、1回分がどこにでも持ち運べて気が向いた時に飲めるというようなアイテムになってます。あんまりさ、1日分の野菜を毎日毎日必ず摂取できてるかって言ったらそうでもないと思うので、あ、今日ちょっとあんまり野菜食べれてないなっていう日とか、これを追加で飲むようにしています。粒自体に癖がなくてチュルンって入っていく感じなんですよね。粒がねすごくちっちゃくて、この1袋に10粒も入ってるんですけど、一気にガッて入れて全部飲めちゃうぐらいすごくちっちゃいんですよ。こんな感じでおにぎりみたいな三角形になってて、角もね尖ってないのですごく飲みやすいです。葉酸不足とか植物繊維不足に向いてるみたいで、人参よりもケールよりもモルヘイヤっていうことで、栄養素がね、栄養たっぷりだよって言われてる野菜よりも高く入っているみたいですよ。2位がですね、こちら CBD のストロベリー&ミルクチョコレートバーのチョコレートです。最近のお気に入りアイテムの紹介でも紹介したんですけど、 CBD って言って、まあ、気持ちをこう和らげるような、緊張をほぐすような効果のあるアイテムなんですけど、それのチョコレートバージョンなんですね。これもともとすごく有名で見たことあるよっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そこからね新作の味が2、3個出てて、私は会場でチャイ味を食べたんですね。でそれがめちゃくちゃ美味しくて、あとね、塩キャラメルだったかな、塩っぽい味のチョコレートも出てて、それもすごい美味しそうでした。で本当はチャイがすごい美味しかったからチャイを買いたかったんですけど、もうねネットで買ったんですけど、予約販売の段階でもう完売しちゃってて、の味ストロベリー&ミルクチョコレートバーは購入できるよっていう感じになってたので、こちらの
チョコレートを初めて買ってみました。もともと知ってたけど、今回初めてちゃんと買って1パック堪能してるんですけど、もう美味しくてもっといっぱい食べたいっていう感じになっちゃいますね。 CBD が入ってるからって脂っこかったりとか癖があったりとかもしないので、癖がある CBD は無理ですっていう方もこれだったらいけるなっていうふうに思いました。これね、本当に味がアポロチョコこちらラビドのリプレニッシングアイクリーム、目元用クリームです。アイクリームって本当にね、若いうちから使ってた方が絶対にいいんですよ。シワとかってなかなかね、一回できちゃうとそれをなくすっていうのって本当にね、美容医療をがっつり行わないと難しいんですけど、20代のうちからしっかりとこう目元ケアだったりとかアイクリームを使ってほぐしてあげて、もともとできにくい状態にしておいてあげるとできにくいんですよね。なので、まあ、完全に絶対に防げるよとは言い切れないですけど、若いうちからしてあげるっていうのは本当に大事なことなんだよっていうふうに、以前から結構美容家さんの SNS とか、あとは美容整形の先生の Twitter のアカウントとかでも、絶対アイクリームは若いうちからしてくださいっていうのをね、よく見ていたので、私も最近毎日寝る前アイクリームもするんですけど、結構私今までいろんなアイクリーム使ってたんですけど、特にこのラビドは使用感が良くて、なんか油っぽくないというか、ベタベタしてなくて本当にね、すっごい滑らか。こういうタイプのアイクリームなので、こうさ、指でこう取るタイプだといちいちスパチュラどこかなみたいな探したりとかしなきゃいけないかなと思うんですけど、これはね、1プッシュで適量出るので、両目に簡単に塗れて衛生的にもいいし、見た目もね、パッケージも可愛くて気に入ってます。伸びがね、良くて乳液みたいな感じですんごいスルスル伸びるんですよ。もうどこまでも伸びてくって感じなんですけど、なので、まあ、アイクリームなんですけど、アイと気になる小じわとかほうれい線、そうい う, こう保湿してあげた方がいいなっていうところ全般に使うことができます。匂いもね、オーガニックっぽい香りで、そんなにきつい香りはしないので使いやすいかなっていうふうに思いますね。なんか使った後もずっと目の周りがペタペタする感じとか不快感もなくて、そのまますぐに根に入れるし、結構浸透力も高くて、で結構ね、その後すごいね、張りが出る感じがすぐにするので、なんかこう、ただずっと油分が目元にあってベタベタしてて、なんか視界がにじむみたいなそういう感じにならずに使えて、まあ、目の中にはね、入れない方がいいので、ほんと周りにね、ちゃんと丁寧に塗ってあげてください。そう、でも、もう間違って目に入っちゃっても痛くないぐらいすごい使い心地よかったので、これはめちゃくちゃ気に入って使ってます。じゃん、こちらフレイオイルの限定のめっちゃいい香りのレッドエディションです。これボディオイルなんですけど、サラサラですごく使用感が良くて、ボディクリームの前に使う導入オイルみたいな感じでボディ全体に使うことができます。で、結構私油っぽい肌質というか、背中とかにもニキビができやすいし、ボディオイルって苦手意識があったんですけど、これ本当サラサラ ですぐ馴染んでくれて、ずっとこうベタベタ肌に居座ってる感じがしないので、すごい使いやすくて、シャワー出てすぐに濡れた体にこのボディオイルをバーって馴染ませて、で髪の毛乾かしたりとか、ちょっとこうスキンケアしてっていう段階までずっと体がこうしっとり潤ってて、でもこれだけでも十分すぎるぐらいなんですけど、私は結構ボディクリームも好きなので、ちょっと時間空いてからカッサとかボディ用のケアするマッサージバーとかでマッサージしながらボディクリームをなじませると浸透力もアップしてる感じがするし、すごくね、滑らかに仕上がる感じがして、あんまりボディオイルって今まで正直使ってこなかったんですけど、この冬は結構必須になるんじゃないかなっていうぐらい、これすごい気に入りました。ドイツ生まれのブランドなんですけど、ドイツでは一家に一台あるみたいな、まあ、日本で言うとヘチマコロンとか若い人は知らないかな、なんだろうな、豆乳イソフラボンの化粧水みたいな、ま、なんかそんな感じの、本当に一家に一台あるよねみたいなのってあると思うんですけど、それですドイツのそれですっていう感じで、すごく人気の高い昔から愛されてるオイルみたいです。これは前からめっちゃ飲んでるアイテムで、限定とか新作とかではないんですけど、こちら、これアイハーブでも買えるんですよね。円安の影響で多分ビープルの方が今はお安く買える期間なんじゃないかなと思います。まあ、アイハーブ結構金額コロコロ変わるからずっとそうかはわからないんですけど、ビープルでもアイハーブでも売ってるアイテムで、これがオーガニックのコーヒーのインスタントコーヒーなんですけど、もうとにかく
美味しいんですよ。あのインスタントなのに本格的な味で、本当にこうその場で豆をいって入れたかのような味がします。でこの2つ何が違うのっていうことなんですけど、ノンカフェインのバージョンとカフェインの入りのバージョンの2つがあります。私はもともとカフェイン入りの方を飲んでて、でも夜もコーヒー飲みたいなと思ったので、今回初めてノンカフェインバージョンも購入してみて2個ビープルでゲットしてきました。今飲んでるやつはこういうお気に入りの密封の容器に入れてこんな感じで使って飲んでます。本当にいい香りなの。結構味が本当に濃いので、私は最近ハマってるのはココアとこれを割ってなんかそういう飲み物なんていうの、そういうのにして飲んでますまあココアオーガニックとかじゃないんだけど、まあ、なるべくね選択できるんだったらオーガニックとかの方が体にも優しいのかなって思うので、あの結構この味も気に入ってるからね、あのリピートしてゲットしたアイテムです。これも本当におすすめ、超お気に入りです。続きましてこちら、じゃん、同じブランドなんですが、コンビニでオーガニックスキンケアとかオーガニックコスメが買える時代が来ましたということで、ミティアっていうブランドなんですけど、私が一番気に入って今回紹介したいなと思ったのがリップなんですけど、あのリップクリームみたいな感じの色付きのアイテムです。これがめちゃくちゃ発色が良くて色も可愛くて今時で、で付け心地が、私結構最近唇がね荒れ果てていて、ほんと乾燥肌なんですよ、唇だけ謎にすごくね困っているんですけど、このミティアは付け心地最高で、しっとりしてるんだけどベタベタしてなくて発色がいいので本当に気に入って愛用してます。で色も可愛くて、こういう感じの紫系の色、発色良くない？私がすごい気に入ってるこのベージュピーチっぽい色、優しく血色が出るのでリップバームとしても使えるし、夜寝る前とかにも使っても平気なぐらいいい感じです。そして最後この色が一番好きなんだけど、ブラウン系ですね。こんなブラウンカラーのしっかりしたオーガニックのリップってなかなかない。すごい普通にリップなんですよ、色が、発色の仕方がめちゃくちゃ可愛いブラウン系なので、この色はねぜひともみんなに使ってみてもらいたいです。せっかくなので今日は色付きの方を使います。すごくない？可愛くない？すごいね、細いので塗りやすいですね。これがさコンビニで買えるんですよ、最高。気軽に試しやすい価格帯なのもいいなって思うし、こんな感じ、どいいよね。縦じゃんも目立たなくなるし、とにかく保湿力があるのにベタベタしないところがすっごく好きです。3本とも好きなんだけど、でも一番このね色薄いやつがベースに使うと本当にねあのカサカサしてこないので、最近一番持ち歩いて使ってて、机の上に必ずこの3本置いてあるみたいな。編集しながらもこのピーチカラーは結構しょっちゅう塗ったりとかして使ったりしてるので、なくなってきてるなっていう感じがします。そしてこちら最後ですね、プロテインですね。私タンパク質取るの苦手で、あんまりお肉も好きじゃなくて量食べれないのでプロテインで摂取してるんですけど、あのこれはなんか豆乳好きな人は平気だと思う。私はこれ1個だけだと甘みが少なくて、ほんと豆乳っぽい感じなので、あのこれに別のちょっと甘みのあるプロテインを割って、好きななんか豆乳ラテみたいな感じにして飲んでます。プロテインデビューするにはすごくいいんじゃないかなと思います。癖がねそんなになくてシンプルな味だし、甘くないものを探してる方は特にいいんじゃないかな。私はちょっと甘さがあった方がいいなと思うので、これだけで飲みたい時はちょっと蜂蜜を入れたりしても美味しく飲めます。 100% ナチュラルなアイテムなので、きな粉も入っててきな粉豆乳みたいな感じの味もするので、結構美味しく長く楽しめるアイテムになってます。私は2個ぐらいストックしてなるべく朝飲むようにしてます。はい、ということで私の最近のインナーケア事情ということで、最近出会ってお気に入りだったりとか、あの新作ですごく気に入って使ってるアイテムだったりとか、前々から飲んだりとかしててすごいいいなと思ってるリピートしてるアイテムとかをたくさん紹介してみました。正直ねこの3倍ぐらいあるんですよ、紹介したアイテムが。だけど今回第1弾ということで、今までちょっと紹介していなかったジャンルとかをメインに紹介してみました。本当はスキンケアとかねクレンジングとかも結構気に入ってる、そのビープルで買えるアイテムもたくさんあるんですけど、こういう青粒みたいなやつとかは紹介したことあんまりなかったので、今回はそういうレアアイテムたちを
紹介してみました。またね、いっぱいこうアイハーブみたいな、感覚的には私はアイハーブみたいな感じで使ってて、日用品とかがなくなってきた時にビープルに買いに行ったりとか通販したりとかっていう感じなので、また定期的にビープル購入品とかもできたらなと思います。ということで、こんな感じで私の最近のすっごくお気に入りなインナーアイテム、ケアグッズとかたちを紹介してみました。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。